ついに注目カード後楽園頂上決戦、池田大輔対石川祐希のシングルマッチをお届けします。どうですか鈴木さん、睨み合ってますよ。来ましたね、来ましたね。後楽園で3年ぶりですか。3年ぶりですね、藤原組の時以来ですからね。さあどういう試合展開になるのか全く見えません。ちょっとここでコメントがあるので聞いてもらいましょう。これはジャイアント馬場じゃないんで、アントニオ猪木で来ようが何で来ようが、はい、俺はあなたを倒します。はい、俺は負けないよと、まあ殺す気で来いと、はい、そういう感じです。さあ両者の力強いコメントでゴングなった社長ちょっと鈴木さん表現してくださいよ。この人には勝てないですねいやニヤニヤしてますよ今。嬉しいんでしょうねこれはまた。さすがの池田選手もちょっとやりようがないって言ったんですよ。猪木興奮ですよこれ。猪木興奮来てますよバトラーズで。ついに起きちゃいましたね。はい、なんか言ってますけど、というか先ほど池田の困った顔が一番良いですね。実はババコールも起こったっていう、ちょっと起きたんですよね。ちょっとだけ。はい、おー生ヘッドバット。今ちょっと喜んでますね。やった石川もちょっと、音がすごかったですね。はい、後楽園の本当隅々まで響くという。やった本人もこれですからね。はい、先の展開がこの辺り全く読めないですね。シングルはですねバトラーズになっていない1勝1敗1分けなんですね。はい、これがまあ決着戦というか今年初なんですけど、どうですかこれですか。はい、まあ、今あの先が見えないって、ね、あの石丸さんおっしゃいましたけど、多分本人たちもこう先をこうやろうみたいなあれ考えてないと思うんですよ。そうですね、出たとこ勝負でもう本能のまま動くっていうか、はい、あの情念をぶつけ合う、そうですね、そういう試合だと思うんで。社長も猪木をだんだん認知されてきましたしね。はい、作戦っていうのは立ててないですよね。まあどっちも立てないでしょうね。まあ、その作戦がないのが藤原組の時の初っ端ですからね。はいはいはい、池田大輔がアメリカから凱旋して、はい、お手繰りこかすぞって言ってですね、名言を吐きましたね。ソバットと蹴りで石川ノックアウトして、はい、そこから下克上が始まったと言っても過言ではないですね。あれがバトラーズの原点ですからね。原点ですね。うん、池田がやっぱああいう風に変わらなければバトラーズはなかったと思いますし、はい、そう思うと結構バトラーズで温めたカードなんですけど、なぜか地方でやってるというですね。まあ、あのヤンジェネの公式戦と、はい、あと大阪で特別試合やったんですけど、はい、その東京でこれをやらずに2年間できたことっていうのはこれすごいですよね。そうなんですね。あの旗揚げした時はもうこのカードしかもう黄金カードっていうか、その売りできるカードがなかったんですよね。はい、それをあえて東京でやらないで、はい、その他のカードをこう育ててきたという、作詞ですね島田さん。いやいや作詞作に溺れるというねそういう言葉もありますけど、まあ社長とも話をしてて、はい、やっぱり、ね、池田の成長が一番大きいっていうのありますよね。はい、その藤原君の時からまずダウンを奪った池田で、去年はずっと全日本さんに出させてもらって、はい、で違う団体の水も飲ませていただいてという、そういうもののいい集大成で今回いいんじゃないかなと思ったんですよね。はいはいはい、ちょっと気が熟したかなと。そうですね。あとですね、まあ、この日記念すべき私と鈴木さんと共同でいろいろ手伝わせていただいた、はい、東芝から出た B マニア、あ、はいはいはい、2周年ビデオですよね。まあ、それに発売にもぴったりいいんじゃないかと。そうですね、だから全てがタイミングあったんですね。そうです、この日そのビデオを売るために観客を集めるにはこれしかないだろうというのもありましたし、そのベスト20のベスト10の中でなぜかその地方で行われた2つが入ってるんですよね。はい、入ってんですね。それがなんか僕は実は嬉しいんですよ。だから見た人はもうこれはもうベストだっていうね、なんでしょうね、あるでしょうね。まあ1位2位3位は後楽園の試合だったんですけど、はい、でも本当この2人の試合が金沢で行われたのと、大阪で行われたのが5位でしたっけね。はい、で金沢が8位か7位ですよね。それってすごいことですよね。すごいことですよね。金沢の観客から考えると、はい、それはすごいことですよね。はい、まあ、それだけ訴えるこの2人は何かありますからね。だからこの、まあ、いろんなカードがこの日
ね、あの並びましたけど、やっぱりこれだけの観客を集めたなメインがこのカードだったからと思うんですよ。そうですね、石川行田戦っていうカードがこれだけのこう観客動員力を持ってたっていうことを分かったっていうのがまあ大きな発見でしたよね。そうですね、はい、やっぱりバチバチタッグっていうのでバトラーとかやり始めて、はい、そこまでシングルで都内でやってないってなりますからね、結局ヤンジャネでも公式戦では当たっても決勝戦でも当たってないですね。うん、巡り合わせですね。これも今年あたりどうですかね、この2人の決勝っていうのは。うん、そうなってくれば一番バトラス的にはいいんでしょうけどね。ただやっぱりそのどういう風になっていくかがわからないのが、去年大塚が上がってきたみたいに、はい、まあ、4強と言われているのは、まあ、石川、池田、アレク、ビクターですよね、はい、だからって薄田が田中が隠したかというとそうじゃないですかね。そうじゃないですからね。で小野もいるし、折原選手、折原選手いますからね、ここら辺までが多分上位に絡んでくると思いますね、8人が、はい、であとはそれを かき乱す山川、モア、カール、グリコ、うん、ここら辺が面白そうですね、まあ、カールももう上位に入りますからね、うん、カールが優勝してもおかしくないですからね。あの年を追うごとにヤンジェネって優勝予想しづらくなるんですよ。そうですね、はい、逆に1年目とかね、顔面直撃、ローリングスマット、あー、ボードキック、しかしクーデカイスクーパンチ、あー、なんか曲ナシャとか言ってませんでした殴った瞬間にね、先ほどのビデオもね、皆さんこの日なんと鈴木さん、はい、200本持ってて200本売れたんですよ、完売。どうですかこの勢いは。まあ、がっちりの人気もあると思うんですけど、はい、それにしてもすごいですよね。びっくりしましたね、まあ、そのまあ徹夜で私も鈴木さんも作りましたけど、はい、まあ、あの東芝の名プロデューサー、キメさんからですね、はい、何本納品するって言われて、30本ぐらいしましょうかって言ったらお前弱気だね、50本ぐらいっていうですね、そういう会話があったんですけど、まあ、200本ぐらい入れて余ったら後で売りますよって言ってたんですけど、200本なくなっちゃったんですよ、しかもその後全然。そうです、休憩前にはもう10本しかなかったですかね、はい、もう試合後に行ってたら500本ぐらい行ってましたね。500本、それはそうですけど230ぐらい行ってたからね、うん、ちょっと考えちゃいました。はい、スケープに入っていく関節の技術とかもう2人はほぼ互角ですよね。あ、どこどこですね、これ、はい、あとどちらがなんかどちらの愛を確かめ合うのが深いか、はい、そういう戦いになるんじゃないですか、この2人が定義するならば。意識があると立ってきちゃうんで、うん、その意識を奪うしかないんですよね。そうですね、あの池田選手言ってますけど、あの石川選手はもう何回蹴っても立ち上がってきちゃうから、はい、うん、じゃあもうその立ち上がらなくなるまで蹴るしかないと、はい、その他の手は考えずにとにかくもう向こうが立ってこなくなるまで蹴るしかないって言ってたんで。そうなんですよ、これの前哨戦で行われたところでもね、2人で勝手にもうレフリーストップやめてくれという、ああ言ってましたね、はい、はい、どうもレフェンたちも肩なしですねただですね、まあ、2人が 4K ならいいよと、そういう風にで社長が俺だから OK とか言ってましたしね、会社に言わず俺が社長なんだ、俺が OK だと OK なんだ、はい、職権乱用ですね。というかですね、やっぱレフェリーストップないとやっぱ僕から怖いんですよね、はい、死ぬまでやりそうですから、この2人、はい、でギブアップしても多分叩かないだろうし、蹴ってもノックアウトしても立ってくるだろうし、でやっぱりその1月のアレクと、石川の試合ですか、はい、アレクさんが、はい、やっぱりもう本当に石川がもうここでも折るっていうところだったからやっぱ止めましたけど、ね、あれなんかもこう攻めてる石川選手の本部止めてくれって思ったらしいですね、はい、まあでも本当にそういうところになったらやっぱり僕はレフリーストップというよりも KO にしますけどね、うん、関節が完全に決まっててこれはもうギブアップしないなんていうのは体壊すことですから、はい、それはレフリーストップという表記じゃなくて KO ですね、KO、だから打ち込むのもですね TKO という表記を見て、だからもうレフリーストップという表記にしようかなと思ってますよ。あ、なるほど、はい、TKO になっちゃうとなんか途中で止めたみたいなイメージですから、やっぱりレフリーストップという、それだけやっぱ激しい試合をしてるんだよというのは、はい、お客さんに分かってほしいんですよね、うん、だそれも KO に認めてほしいんですけど、コブラの応酬からまず池田が先手を取った、隠してますよ客、短い距離から、はい、ね、ロープ振ってやるのが昭和のコブラ説ですね。そこからダブルアームスープレックスに行くところがいいですね。あの
石川選手、そのコブラツイストを狙ってそれを切り返されても、そのまた先を切り返すというのもちゃんと頭入れてるんですね。そうですね、はい、結構最近よく見るんですよ、そのコブラを狙って切り返されてまたダブルアームスプレックスっていうの、はい、社長はですね、ちょっとお足がそんなお長くないんで、はい、それでコブラ切り返されるような気がするんですけどねこの音が綺麗じゃないですか、フックが決まらないですね、はい、あ、それで切り返されるんじゃないかと僕は冷静に見てる。向いてないですね、コブラツイストは向いてないと思うんですよね。それでもこだわってますからね、本人は。はい、だから本人の前には言えないんですけど、一応ブラウン管を通して、はい、本人にこの愛のメッセージが伝わればいいなと。あ、うん、結構ですね、やっぱりこの2人の試合はレフェリーやってて嬉しいですよね、はい、嬉しいというか、まあ、その本当に2人潰し合いじゃないですから、殺し合いでもないし、その2人の愛情が分かる分だけ、はい、だんだんこっちももう本当に入っていきますよね、はい、うん、まあ、それはまた観客は分かってるんですよね、はい、2人のこう関係っていうのが。そうですよね、うん、最初は池田選手の方が先だったと思うんですけども、こう2人の戦いが愛だと言った時には、はい、もしかしたら何を言ってるんだろうと思ったもんですけどね、はい、こんなに殴り合っててけど愛がないとできないらしいんですね、2人合わせると。そうですね、いや石川も同じようなこと言ってますよね、そしてもういろんなものへの憎念、憎悪が全て情念になって、これは出るか、無理か、観客多いのね、今オリジナルですね、石川オリジナルですね、石川オリジナルですよ、やる人いないんですから、オリジナルですよ、そして腕がダメ、去年乱暴を破ったこの技です。 SK、 もう折れる直前ですね、今のもこのピンと伸びて、あ、池田選手もその、ね、石川選手は息吹で来るっていうのを分かっていても、はい、なかなか全部防げないというか。そうですね、うん、まあ、防ぐ気もそんな2人さらさらないですからね、受けるわけ、受けて受けて受けてその上を行くという、あ、かわすんじゃなくて受けて返すという、はい、そういう2人の勢いありますよね、うん、あとはもう本当にこの2人に追従する選手、はい、まあ、大塚が追従してるんで、同期の4年あたりがね、はい、なんと大変身して、あ、そろそろトンパチ退治もしてほしいですよね、うん、はい、大塚米の関係がこう石川池田の関係のようになればいいですね。そうですね、だから2人があまりにも仲良すぎちゃうっていうのが邪魔してるんでしょうね、どこ行く時も一緒ですからね、はい、だからこうこの2人はそんなに普段も話しないですし、はい、移動中もそんなに飯一緒に食うわけでもないし、いつも別に話してですからね、はい、でそれでもやっぱりこう試合するとこういう愛を深め合いますからね、そうなってくると本当に道のくプロレスの両国でやったタグマッチあったんですよ、はいはい、あれが本当にうちのメインとかになってきてね。そうですね、本当にうちは嬉しいですよね、石川大塚対池田勇馬でした、はいはい、これでもあれでやっぱり両国でその自信をつけさせてもらったっていうか、はい、大舞台でも石川池田っていうのはいいなっていうのがありましたからね、はい、取られまくってますね、取られまくってますね、社長って考えてるんですよね、本当にゾンビ顔ですよね、社長は。ゾンビ顔ってのがあるんですね、はい、あ、仕上がり一番ノーガードですからね、あ、もう本当蹴りやめないですね、いや本当に立ってこなくなるまで蹴るしかないってやつです、はい、蹴ってる足が痛くなるって言うんですよね、はい、嘘なんかもそれで一回怪我しちゃったし、はい、そちらを考えると蹴りたくなるんだよなというまあ、池田の成長というかですね、はい、結構やっぱ去年は大谷ちゃんもまあ全日本出てですね、はい、ちょっと一歩取らずで一歩引いた部分もあると思うんですけど、はい、いい意味でちょっと僕らしくたんじゃないですか、この大会から見る限り、はい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 、ドームにも出て、ちょっと踏ん切りがついたかなという、そうですね、出させてもらうことに対してはすごい良かったですよね、はい、身になったと思いますよ、はい、まあ、普段できない三沢さんとかもね、クラッシュマーサスタッグで川原選手も組んだし、はい、おこれはババイズムか、今の点からだけありこれはババイズムってさっき言ったじゃないですかね、そうなんですよね、
自然と出ちゃうんでしょうね。藤原組時代出したって本人は言ってましたよ。いや見たことない、ね、見たことないですよね、はい、そう荒川さんとやった時に出たのかもしれないですね、デビュー戦はどういうの荒川ですからね、倒れない、ゾンビ石か、水がロープ飛んで、あ魔性のストレー ト, ト, レート今顎入りましたね、はい、手首ちょっと押さえてますよ石川も。池田大きく出し止めるか、この辺はもう石川祐希の世界なんですけどね、蹴り疲れですよね、バックトップ、大技らしい大技これですよね、まず、はい、一発引きずるか、池田がちょっと殺されてますね、お狙ってます、120% パーク来ましたね今のは、なんか来た、この人見ててまんまいらなくなっちゃいますよ、マンジがかれ一生フルコース、池田ギブアップするか、あの勝ちパターンを掴んだってことはレスラー石川とってすごい大きなことですよね、はい、これはね、池田ゴールド来ましたよ、池田コールド終わらないんじゃないですかね、石川もこの味方じゃないのかと思って、しかし蹴られすぎてちょっと 力入らないでしょうね、もう足の長さ要求してるんですか、いやこれはちょっと腕でしょうね、左のこの腕が、あのうまくいかないじゃないですか、肘のあたりで防御されて、エスケープ、かろうじて逃げたのは池田、エスケープ感じで決まらないとなれば、じゃあ何で決めればいいのか、そうですね、もうバックドロップで失神ノックアウトしかないですよね、ルスカを破った青木さんが、うん、本当に背筋が続々してくるこの2人の戦い、あ、ジャーマンか、珍しいですね、あっ、おー、スクリーキック、この辺も顔面まともでしたね、見えないのによく当たりますよね、練習してるんでしょうね、こそっとどっかで練習嫌いと言われてますけどね、はい、一部では、はい、でもこそっと練習するタイプですね、けどね、スタジオ陣持っていく、もう2人ともなんかサブミッションを決める手だったんですよね、はいはい、こう流れてこう決めるっていうカールみたいな感じじゃないですもんね、全く、はい、するか、エースケさっきから全然静まらないですね、客席湧きっぱなしですね、いやー本当観客の気持ち分かりますよね、画面見ててもちょっと釘付けになってきました今、おーキック、あれキック出た、ここで出るんですね、あれキック、今温度しましたね、弱ましてもう一回いくか、もう一度バックロップ、アレクを破った、アレクですね、はい、ただちょっと池田の方まだ両ロックありますね、ちょっと腕決まらないです、まだ、あ、来てた、ガッチリ決まった、いや、これもね、もうね、本当はストップしたいと思いました、いや、ストップしようっていう感じですよね、本当に、ただ池田の目はまだ死んでないし、はいはいはい、社長もちょっとこうやってまたバランスが崩れてるんですよね、はい、はい、そこで止めなかったんですけど、いいですか、ちょっと体重移動バランスが崩れましたね、ここまでいくと社長しかももう決めていかなくなってきましたね、はい、立ち上がった踊り大ジャンプは横殴り、いやーほんとうつむいてますよ、あのダウンしてるとき、はい、うつむいてるとき、うつ伏せが多いですね、そうなんですよ、石川選手とか、いや石川じゃないかと止めてます、あーこれが、あ左の、はい、これがフィニッシュなんですけど、フィニッシュマナーのそばった、はい、まあ、あれが実質上勝負を決めたんじゃないかと、ね、これは立てないですよ、ね、止めたいんですけど、レフリーストップないということで、銃数えるしかない、死に水取りましたね、私も、池田大輔ノックアウトで石川行きを下しました、どうですか、どうです
かお客さん。どうですか侍さんって感じですね。どうですか。